どうもこんにちは、かわちゃんです。今日はですね、告知がございます。全国各地でですね、プロショップさんとですね、ビチャーモールでですね、コラボレーションして現場に我々が行ってですね、買取をしてしまおうという買取イベントですね、こちらを開催させていただいているんですけれども、続いて参上しますのは、再び福島県郡山市。今年の夏にも行きましたけれども、今回ですねコラボさせていただきますのは佐藤サイクルさんですね。郡山市にあるバイシクルプロショップですね、こちら佐藤サイクルさんで買取イベント開催させていただきます。日時なんですけれども、10月21日の土曜日とですね、10月22日の日曜日、2日間の開催になっております。お時間はね、どちらもですね、スタートは11時なんですけれども、土曜日21日がですね、17時、夕方の5時まで、22日日曜日がですね、16時、夕方の4時までの開催になっております。で、買取なんですけれども、いつもの通りですね、ロードバイク本体からですね、それから、ホイール、フレームですね、それからサイクルパーツ、コンポーネント、サイクルアパレル、ジャージとかですね、あとスマートローラーなどですね、ロードバイクに関連するものであればですね、現場で持ってきていただければ、買取査定させていただこうという、そういったイベントになっております。で、買取にあたっての注意点ですね、これもいつも話していることなんですけれども、身分証明書のご提示が必要になってまいります。免許証ですね、マイナンバーカードとか、そういったあの身分証明書のご提示が必要になってきますので、こちらのご提示必ず忘れないようにお願いしたいということですね。今回振り込みのみの対応になっております。現金のお渡しとかございませんので、ご留意の上、ご来場いただければと思います。福島県の郡山市ですね。福島県というとね、もう関東からすぐ隣ってイメージがあったので、今年の夏ですね、ちょっと開催させていただいた時に行ったんですけれども、思ったより遠いんですよね、やっぱりね。まず栃木県が結構広くて、ハイエースで頑張って運転して行ったんですけれども、まあ結構遠かったんですけれどもね。ただそんな遠いところですけども、我々東京から行きますので、僕もね、参上する予定なので、ぜひですね、10月21日、22日はですね、佐藤サイクルさん、こちらの方で、お会いできればと思っております。僕もね、ちょっと楽しみにしております。東北自動車道、ちょっとね、頑張って北上して、参上したいと思いますので、当日ぜひよろしくお願いいたします。はい、バイバイ。